で、免許の更新が今回ありまして、自分がちょっと視力が良くないので、まあ、あれ、免許は片目で 0.3 で、両目で 0.7 ないとダメなんですけども、大体自分はまあ 0.5 ぐらいだと思うんですね。で、両目で運転するときに支障はないんだけども、だそもそもその試験の基準自体がまあ厳しいなとは思うんだけどもね。で、メガネかけてまではちょっと運転したくないんですよね。その逆に危ないので、ちょっとバランスもおかしくなるし、メガネの縁とかで、まあ死角ができたりとか余計危ないので、はっきり言ってつけたくないんですよ。つけた方が危ないんですね。こういう場合に、ちょっと視力が厳しいなって場合に、の裏技として、まあこのピンホールメガネ、キャンドゥとかダイソンで売ってますので、100円で、一時的に視力回復するんですよね。そのずっと完全に回復はしないけども、メガネ、ピンホールメガネつけて、で、外すと、まあ一時的にちょっと視力が回復するので、免許更新のその視力検査の直前までずっとつけてる。試験受ける瞬間に外して、で、試験を受けると。うん。自分はちょっと、これやりましたね。まあ、試験受ける、まあ、1時間、数時間前に、まあ、練習もして、で、まあ、試験場に行って、運転免許センターですけども、それで、まあ、自分はやって、まあ、無事、免許更新、今回も免許更新できました。で、ちなみにこのピンホールメガネで、これ、方法、いいなぁと思って、まあ、これを試験場の前で売ったら、行商として、売ったら儲かるんじゃないのかなって感じで、その上りまで作って、ちょっと、サメズの運転免許センターの前で売ったことがあるんですけども、結局これ300円で売って、2時間ぐらい経ってて1個しか売れなかったですね。うん。まあ、今度動画で作ってもいいんですけどね。でまあ、そんな感じで、この方法、視力回復の方法、免許怪しい人は、これちょっとおすすめですね。はい。